こんにちは。こももの広場阿部那須次です。皆さん音聞こえますでしょうか。聞こえましたらリアクションしていただけたら助かります。今月の講座は親子の防災講座です。防災リュックの中身を先生と一緒に見てみましょう。講師はミラクルウィッシュ阿部の防災部の増田咲子さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。皆さん音聞こえてますか？先ほどテスト配信をしたんですけど、その時に少し音が聞こえにくいよっていう声をいただきましたが、もし聞こえてたら聞こえてるよってコメントいただけると、スタッフさんが安心しますので、よかったらコメントお願いします。はい、じゃあですね、今日は防災講座ということで、インスタライブで防災講座を始めていきたいと思います。今日は大きく2つのことをお伝えしていきます。1つは、防災リュックの中身を教えてほしいということで、その防災リュックの中身、実際にこちらに持ってきましたので、防災リュックの中身を紹介していきたいと思います。で、2つ目はですね、171といって災害用伝言ダイヤルのとかけ方を皆さんにお伝えしていって、今日はねかけれないんですけど、明日がかけれる日なので、その練習をしてもらって明日実際にやってもらいたいなと思って、この2つをライブ配信していきたいと思います。だいたい40分ぐらいの時間で行いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。あとですね、アーカイブでも残しますので、ぜひこももさんのインスタを、チェックしてもらって、また復習をしていただけるととっても嬉しいですので、よかったらご覧になってください。じゃあ始めていきたいと思います。今日はですね、私自身の防災リュックを持ってきました。こちらになります。見えてますかね。はい、で、防災リュック、実際にリュックってどんなものがいいんですかってまず聞かれるんですけど、私のリュックはまあこういう風な、ちょっとスポーティーなリュックなんですけど、普段使い古したリュックとかでも全然大丈夫ですので、まあ、少し結構容量が入るものであれば全然問題ありません。で、あえて言うんであれば、こういう腰ベルトですね、腰ベルトがついているものがいいかなというふうに思います。やっぱりこう荷物を持っててね、焦って逃げたりするので、やっぱこの肩から外れないように、腰だったり胸だったりにベルト、横にベルトがあるものがいいと思います。でも今はね、100均でこのベルト自体をそれだけでつけれるようなベルトが売ってあったりするので、そういうものを後付けでつけてもらうのもいいかなと思います。あと、まあやっぱ横にちょっとお水とかね、外から入れれるようなものがあるとすごく安心かなとか思うので、こういうリュックをご用意、わざわざ買わなくても、ある古いものでもいいと思いますので、用意してもらったらいいと思います。あと、なんか防水機能がいいですかとか言われるんですけど、それも別になくても、濡れても大丈夫なように中身をすればいいだけなので、もちろん防水の方がいいのはいいんですけど、そうじゃなくても全然大丈夫ですので、ぜひリュックをまず用意してもらいたいなと思います。で、先ほども、ね、質問いただいたんですけど、一人ずつですか家族って言われたんですけど、ぜひ一人ずつ本当は用意してほしいです。で、まあ、小さいお子さんね、お持ちの方、結構見てくださってるかなと思うんですけど、小さいお子さんだろうがリュックを持てないということもありますので、お母さんのリュックにお子様の分も入れてもらうっていう形になっていくと思いますので、お子さんがもしリュックがね、小さいリュックでもお子さん用のが持てる場合は、お子さんの持てるリュックに、まあ、少しでもおむつだったりとか好きなおもちゃを入れてあげると、お母さんの荷物が少しでも減るので、ぜひそうやってやってもらうといいかなというふうに思います。リュックについてはこんな感じです。で、リュックにですね、だいたいね、よく防災リュックにつけましょうと言われている笛をつけてます。で、笛なんですけど、どんなものでもいいですかっていうふうにも、これもよく聞かれるんですけど、笛はよく運動体育の授業とかで吹く笛ですね、玉が入ってる笛よりは、そういう玉が入ってないタイプの笛の方が、濡れたりすると玉が入ってるものと音が鳴らなかったり、結構吹く力が強かったりするので、こういう玉が入ってないものっていうのは小さい力
小さい力でも音が鳴りますので、そういう笛の方がいいと思います。こちらも100均でも売ってますし、まあ、いろんなイベントとかでももらえたりするものもあるかもしれないので、笛もぜひ玉のついてない笛にしていただけるといいかなというふうに思います。あと、横につけてるものとしては、私はこれをつけてます。これ、よく何ですかって、これ何なんですかって聞かれるんですけど、コップです。こういうふうにね、コップになるものになっています。で、やっぱりお水とかもね、回し飲みとかをしないといけない状況、まあ、家族だったらいいですけど、になっちゃうので、自分の分を、家族の分を取り分けれるように、ちょっとしたコップがあるといいなと思いますので、ぜひこういうふうな形で、ちょっと、横につけている状態になってるんですけど、これも100均で買えますので、こういうものもぜひ用意してもらえるといいかなというふうに思います。リュックはこんな感じです。で、そうですね。まず何から説明していこうかなと思うんですけど、いろいろなカテゴリーで、こういうふうに見てもらうか分かるんですけど、ジップロックに入れています。で、一応まあこういうふうに除菌シートとか、これ何が入れてるカテゴリーかなみたいなところを、書いた袋に、必要なものを入れていますので、これがもし外からバッグが濡れても中身は濡れない状況になるので、できるだけ小分けで、カテゴリーが分かるようにしていただけたらいいのかなというふうに思います。で、まあ、今はやっぱりコロナ禍ですし、もし避難した時に、何ですかね、消毒とかがないといけないので、やっぱり除菌系っていうのは結構大事になってきますので、そちらの方ウェットティッシュだったりジェルだったりとかも入れてもらうっていうのと、あとこの中にはマスクとかも予備で入れてあったりしますので、ぜひ用意しておいてもらえたらいいなと思います。あと、まあ、マスクとかも皆さん箱であったりとかで買われてるかもしれないんですけど、結構やっぱ災害時は小分けのものがいいかなというふうに思います。こういうふうに小分けになっているもの、もしくは小分けにしたものを小分けで入れておいてもらうと、より衛生的かなというふうに思いますので、衛生面として、除菌系としてはこちらの方の袋にまとめて入れています。あとやっぱり災害時って乾燥したりとか、やっぱホコリとかがすごく多いので、まあ、なんか保湿系っていうふうな形でこれまとめてるんですけど、手を洗う固形石鹸だったりとか、あと、まあ、バンドエイドとか、いつも使ってる保湿剤を入れていたり、あとちょっとね、やっぱり女子なんで鏡必要っていうので、ちょっとここの猫のやつは鏡なんですけど、鏡を入れていたりとか、この中にまた分けてあるんですけど、あと、まあ、メイクが落とせない、もしかしたら日中に、被災して寝る時までお家に帰れないっていうこともあるんで、メイク落としを入れていたり、くしも一つよくホテルでもらうようなものを捨ててもいいようなものをここに一つ入れています。で、まあ、他にもね、なんか寝れなかったら嫌だなとかいうので、こういうアイマスクを入れていたりとか、それはもうご自身が想像した時に、あ、こんなものがあったら一日過ごせるなっていうものを入れてもらったりするといいかなと思います。あと、まあ、ちょっとタオルも入れてるんですけど、今圧縮してるお水をちょっとかけたらできるタオルとかもいろいろ売ってるので、そういうもので荷物をコンパクトにしてもらうといいかなと思います。あと、私ね、メガネなんですけど、まあ、結構皆さんメガネをかけられる方って2軍のメガネ、3軍のメガネって言って、ちょっとどう合わへんけどまだ使えるみたいなメガネを持ってたりするので、そういうメガネをここに入れています。私も入れていて、まあ、これ自体はかけれる、まあ、それなりに見えるっていう状況で、もし被災した時にメガネがね壊れちゃったとか、もしかしたら飛んでいってなくなっちゃったとかいうこともあると思うので、そういうメガネの予備を入れておいてもらうのと、まあ、ここには私はリップを入れてるんですけど、結構乾燥すると嫌だなと思うので、そういうものを用意して一緒に入れています。はい、何かもし感想とか、こんなんどうですかとか質問があったら、スタッフさんが拾ってくれますので、ぜひ、いつでもコメントを入れてもらえれば嬉しいです。でですね、他にも私たちね、女性なので、いろいろ女性的なものも大切だなと思って用意してるんですけど、まあ、ちょっと服は
予備で持った方がいいっていう人もたくさんいらっしゃるんですけど、専門家の方にはやっぱそこまで重いものを持てないなっていうふうに私は思っていて、とにかくパンツだけは変えたいなっていうのがありまして、紙ショーツをこれ100均で売ってるものなんですが、紙ショーツをいくつか入れてます。まあ子供もね、これに履き替えたら少しお尻が気持ちいいかなと思って入れていたりとか、あとはまあショーツが変えれなくてもナプキンをすると、まあ、少し気持ちいいかなということで、実際にそういう、ね、生理になったりする時もあると思うので、ナプキンとか織物シート入れたもののセットも入れています。でですね、あとは、まあ、お尻を消毒するようなものだったりとか、あとゴミ袋ですね、あとトイレの携帯用トイレなどもセットして入れています。あとはなんか私の最近入れ足したものとしては、こちらの100均で、ちょっと潰れてますけど、100均で売ってるポリエチレンの袋ですね。やっぱ手がね、洗えない、水が貴重っていう時とか、あとはなんかやっぱり綺麗な状態で触りたいけど手が汚れてるっていう状態とかには、こういうビニール手袋があると便利だなと思うので、これ一つ用意してます。でやっぱりコロナ禍スタートした時はね、もうこういうものも手に入らなかったので、ぜひお家でも、ね、普段使いでももちろんできるものなので、ぜひ多い目にお家に置いておいてほしいなというふうに思います。はい、ね、こんな感じで、こちらは女性のなんかこうグッズを入れています。で、あと私の子供は小学生なんですけども、少し小さいお子さんだったりとか、まあ、お子さんがいらっしゃるご家庭って、やっぱり小さければ小さいほどお腹が空いたら我慢ができないんですよ。大人はね、もし1日ぐらい食べなくても多分大丈夫だと思うんですよ。けどやっぱお子さんはね、泣いちゃったりとか、もう本当に我慢できないということがあるので、食べ物はすごい大事だなと思っていてですね。で、実際は、いろいろ、これ、まあ、食べ物、お菓子を入れてるんですけど、すみません、うちの子とか、まあ、ラムネが、ね、好きとか、いろんな好きがあると思うんで、まあ、飴を入れてあったりとか、あとこういうゼリーを入れています。で、まあ、おすすめなのは、この栄養館っていう、いわゆる防災グッズとか の売ってるようなところでよく売ってるんですけど、チョコレート味とかがあるような羊羹になってます。これ一つでね、1食分のカロリーが消費できるっていうことで、結構腹持ちもいいんですね。ので、でかつ5年持つもので、1つでも150円もしないかなと思うんですね。のでぜひぜひ賞味期限も5年持つので、こういうものもコンパクトですぐ食べれるっていうものになるので、ぜひこちらもおすすめなので、備えに使っていただけたらなというふうに思います。これも2本入れてるかな。あと今こうやって飴とかいろいろ見せたんですけど、飴って今暑いじゃないですか。で、暑い時ってベタベタしますよね。ので、最近は私は氷砂糖にハマっていて、それも結構小分けになってるもの、飴と同じように小分けになってるものを買って、リュックに入れてみたらいいなと思ってこれを持ってきたんですけど、いろんなタイプありますので、ぜひ氷砂糖ももしお子さん食べ慣れてなかったら、1回食べれそうであれば食べさせてもらって、もしその食べれるっていうようであれば、もう本当に甘いものって心癒されますので、これ一つあるだけで全然気分が違うので、よかったら氷砂糖もチェックしてもらったらなというふうに思います。あと食べるものといったらお水なんですけど、お水もだいたいバッグには2リットルぐらい入れてくださいというふうに言われてるんですけど、2リットルの大きいボトルはダメなんですかって聞かれるんですけど、それだと結構小分けにできなかったりするので、ぜひ500のペットボトルでいくつか、まあ、そうですね、500がいいと思いますので、ペットボトルに入れてもらえたらなと思います、まあ、私が今これ持ってるものは、備蓄用のものになってるんですね。長期保存水って言われるものなんですけど、そういうものを、なんかこの9月とかの防災月間の時には結構売ってるんですけど、そういうものを用意してます。でこれ去年買ったんですけど、2024年までいけるということで、4年間いけますので、そういう意味ではすごく持ちがいいかなと思うと、まあ、これ飲んでしまってもこの容器自体がね、またもらう時に使えたりとか、あと回す時にも小分けの方が使いやすかったりするので、これを3本、リュックの中に入れています。で、まあ、この水があればできることとして、こういうね、
アルファ米っていうのがあると思うんです。これわかめご飯なんですけど、これに水をこのまま入れてご飯を作ることもできますので、そういう意味でもこういうお水っていうのは使い勝手がいいですから、ぜひお水とセットでこういうアルファ米も準備しておいてもらえたらなというふうに思います。他にも缶詰とか、あとお箸、割り箸とか使い捨てのスプーンだったりとか、入れてます缶詰とか。大体まあ1日分ぐらいですねしか入れれてないですけど、今食べるものとしては入れてる状況になります。でそれに伴ってですね、こういうサランラップですねも一緒に入れています。なんだやっぱり物を食べるときに、お皿とか、お皿とか紙皿とか使って捨ててもいいんですけど、敷いたりとかすることで洗い物が少なくなったり、もし怪我をしたときにバンドエイドとかがないっていう場合、そこを覆ったりとかということで、結構万能に使えるものなので、ぜひコンパクトなタイプのものを、リュックに入れておいてもらえるといいかなというふうに思います。でですね、他にもいろいろおすすめあるんですけど、絶対に入れといてほしいものっていうのっていうのはそれぞれのご家庭によって違うと思うんですが、やっぱりこのレジャーシートはすごく便利です。もちろん床に敷くっていう役目もあるんですけど、例えばなんかこう着替えるから隠すみたいなところの使い方ができたりとか、いろんな、例えばガラスが壊れたか窓が壊れたか、それを補修するのに仮に貼っておくとか、いろんな使い方があります。うちにもこれ100均で売ってるんですけど、大きいタイプのもの、これうちにも5つか6つぐらいストックしてあって、いろんな時に使えますし、本当に何ていうんですかね、プライベート空間をね作るのにもこれすごく便利なので、よかったらね、防災力にも一つ入れておいてもらいたいなというふうに思います。はい、他にもですね、ティッシュ、トイレに使うティッシュとか、あとは手を拭くとかいうことでティッシュを使うことがあると思うんですけど、これも、芯を抜いた状態で潰して、入れています。ちょっと空気抜けてないですけど、空気を抜いて小さくした状態で入れています。これも、本当にそういう手を拭くとかいうこともできなかったりすることを考えると、ティッシュが一つあると便利なのかなというのと、トイレットペーパーがないかもしれないと思うと、こういうものを自分用に持っておくっていうのはすごく大事かなというふうに思ってます。他にもいろいろあるんですけど、最後に、紹介したいのがこちらになります。モバイルバッテリーです。で、皆さんね、スマホお持ちだと思いますけど、スマホや携帯お持ちだと思うんですけど、やっぱりいつかはね、電池が切れるじゃないですか。ので、その電池が切れたらどうするのって言って充電ができないっていうこともあったりすると思うので、ぜひ自分用のモバイルバッテリーを持っておいてください。で、普段ね、多分使ってるモバイルバッテリーっていうのは充電式のもので やられてる方多いかなと思うんですけど、それはもう全然それで OK なんですけど、それを充電することができないということになりますので、ぜひ防災リュックには電池タイプですね、これ電池タイプなんですけど、電池タイプのものを電池と一緒に分けて、置いておいてください。で、この充電器に、忘れがちなのがコードも一緒に、もう自分の携帯に合うコードも別に一緒に用意して、備えておいてください。で、なんか結構やっぱりママさんたちにお話しさせてもらうと、コードだけ持てたらいいんちゃうのって言われるんですけど、結構もう電源は簡単にもらえないというか、取れないと思ってもらった方がいいかなと思いますので、少しでもご自身 の安心の材料になるスマホが携帯の電池が残るようにご自身で備えてもらうといいかなと思いますので、ぜひ今ね、災害がない状態だといろいろ購入がしやすくなると思いますので、ぜひ調べてもらって電池式の、モバイルバッテリーみたいなので検索してもらうと出てくるかなというふうに思いますので、ぜひチェックしてもらえたらというふうに思います。はい、じゃあね、皆さんからいろいろ質問をいただいてるみたいなんで、少し防災リュックについてお答えしていきたいなというふうに思います。はい、
防災リュックの置き場についてということで、どこがふさわしいですかというふうにいただいてます。ありがとうございます。そうですね、質問をいただいた方は屋外の物置に入れているということなんですけど、その物置自体がもし、なんか私の想像ですけど、その物自体が単体で建てて、それ自体がこうバタンって倒れちゃって、あの入り口というか、その開ける扉が開かないとかいうことになると、全然意味がなくなっちゃうっていうのがあるんですよ。ので、まあ基本的にはあの逃げるルート、動線逃げるルートのところのどこかからパッと出して、それを担いで靴履いて逃げるみたいな状況がいいので、私はまあマンションに住んでいますので、シューズ靴置き場があるので、そこの棚2つを潰してリュックを押し込んでヘルメットと一緒に入れているので、まあ、そこを開けて出して玄関の扉を開けて逃げるっていうような状況で考えています。ので、まあ、あの他にも寝ている寝室 の, あの、まあ、足元に置いてあるとか、なんかっていうお話とかもよく聞きますが、ただやっぱ押し入れの中とかいうのは、あの結構やっぱそこが物が取りにくい状況であると、防災リュックの意味がないので、ぜひあの、まあ、取りやすい場所、そしてそれを持ってすぐに外に出れる状況の場所に、まあ、置いてもらう、そしてそこの場所を作ってもらうという必要があるかなというふうに思います。はい、質問ありがとうございます。じゃあ次の質問いきたいと思います。家族1人ずつ用意する場合、防災リュックを家族1人ずつ用意する場合、子供は軽くしたい優先順位ってありますかということなんですけど、そうですね、子供さんの持てる量っていうのは限られてくるので、これが持てるかどうかっていうのを確認した上で、それ以外のものは、まあ、お母さんが持つっていう形なんですけど、ここにも、書いてるんですけど、見えないと思うんですけど、基本なんかね、13キロまで女性行けますよみたいなことをいろんな自治体の、そういうサイトを見ると書いてるんですけど、13キロなんか無理ですよ本当に。もう私とかね、赤ちゃん泣く習慣ももうないので、あのそういう筋肉もないですから、あの赤ちゃん泣いてる人なんて言ったら自分のお子さん10キロあって、それに荷物を10キロ持つってなったら、もう足がね折れちゃうと思うんですよ。で、まあ、私何も鍛えてるとか、私自信あるっていう人はいいんですけど、まあ、女性だと7キロぐらいが、まあ、あの持って逃げれる最大なのかなというふうに思ってるので、それを目安にご自身だったら、あのもっとこれぐらい持てるよとか、もっと少なくてもいいかなとかいうのは、あのお家の状況によって調整してもらったらいいですし、まあ、今紹介してなかったんですけど、あの先ほどの子供の食べるものとか、あと子供の遊ぶものとかもね、一緒に防災リュックの中に入れています。折り紙だったりとか、あやとりの糸を入れてたり、まあ、ペンを入れておくことで、ね、折り紙で絵を描いたりすることもできるので、まあ、何かしらちょっと遊べるようなものっていうのは、あの大人のリュックの中にも入れておいてもらえると安心かなというふうに思います。はい、大丈夫ですかね。じゃあ3つ目の予備のメガネ用意している、 ありがとうございます。はい、予備のメガネぜひ用意しておいてください。やっぱね、あの皆さんね、産後のメガネとか言ったら笑うんですけど、絶対皆さんね、メガネ族の人はメガネ持ってると思うので、そのもうちょっとドア合わないけどまだまだ使えるっていうメガネで全然十分で、そこで本を読むわけではないので、のであの予備として入れておいてもらったらいいですし、まあ、ケースもね、できたらコンパクトなタイプのもので、まあちょっとあの振動があっても潰れないようなケースの方が安心かなというふうに思います。ちょっとどんなね衝撃が来るかわかんないんで、ので、あの本当メガネ族はメガネ大事です。あと普段コンタクトの方はコンタクト の, あの外す容器だったりとかメガネも一緒に用意しておいてもらえたらと思います。もう外せないとめちゃくちゃ困りますもんね、コンタクトの方も。はい、で最後の質問です。キャンプ用キャリー、あのこういうガラガラってするやつですね。はい、あります。防災に利用できますか。ああ、いい質問ありがとうございます。利用できません。あの基本的に、あの私子供ちっちゃいけど、子供10キロあるけど、あのベビーカーで逃げるから大丈夫ですとかいうふうに言われる方いらっしゃるんですけど、あの外ね、瓦礫です。あのもう本当に自分の足でしか歩けないような風に街が変身しちゃうと思ってもらったら、
最悪の状況ですねになるので、基本的には自分の足で子供を背負った状態で逃げるっていう風なイメージを持ってもらったら、キャリーなんてとんでもない、電動自転車なんてみたいな、そんなもう自転車もねぶっ倒れてますから、いろんなとこで。ので、あの3年前の台風覚えてますかね皆さん。あのその時も阿部の子がね、すごい瓦礫、木が崩れたり看板が飛んできてゴミが飛んでたりとかして、まあ、綺麗なんか車でバーンって行けるような道じゃなかったんですよね、まあ、それのもっとひどい番が起こる、地面も割れるかもしれないので、あの何かこうタイヤのついたもので逃げようっていう、ちょっとその、あの申し訳ないんですけど、あの甘い考えはちょっと捨てていただいて、それだったらちょっと筋トレをしていただいて、子供ね2人背負えるねぐらいの感じの体にしてもらう方が絶対いいかなというふうに思いますので、ちょっとねきついことを言いますけど、本当にあのタイヤのついたもので逃げるっていうことはできないので、あ、だからあの結構普段ねヒールしか履きませんっていう方も、できたらね足を守るためにスニーカーだったりとかをあの、まあ、履き慣れるとか、あの履いてもらうことの方が重要かなと思いますので、またこちらも参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。またね、あの質問があれば随時あのピックアップしますので、よかったらコメントに残してもらえたらと思います。はい、それでですね、後半は、ベラベラ喋りましたけど、防災なんだ171、そうですねちょっと待ってね、忘れた。災害伝言ダイヤル171を、使い方を皆さんにお伝えしていこうと思います。明日ぜひやってください。あの使える日がですね決まってるんですよ。で、使える日っていうのが1日と15日になります、普通の日はね。で、他にもお正月の1日から3日、あと防災週間、先週防災週間だったんですけど、8月30日から9月5日まで使えました。で、あとは、1月の、ボランティア週間っていうのがあるんですけど、1月15日から21日も使えることができますので、ぜひ1日か15日あの家族で、この災害伝言ダイヤルを使ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。でですね、この171を使う前に、災害が起こる前にね、まずなんかまあ使ってみようって言われたから使ってみるっていうわけじゃなくて、災害が起こった時に家族でどう過ごすかっていうのをいくつか決めてほしいんですね。で、まず決めてほしいこととしていくつかあるんですけど、まあ、あのメインの電話番号を決めておくとか、どんなメッセージを入れておくか決めておくとか、まあ、そして決めた上で事前に練習しておくっていうことが大事になってきます。で、ちょっと使う前のことをもう少し細かくご説明していきたいと思います。で、災害時どう行動するかを決めていくっていうことなんですけど、まあ、避難する場所近くのあそこの小学校に行ったらいいわ、あそこの公園に行ったらいいわっていうふうに皆さんね気軽にもしかしたら思ってあるかもしれないですけど、そこに行けないっていう状況になるかもしれないですね。さっきも言ったように、あの瓦礫がたくさんあってその道が通れないとか、古いお家があってそれが潰れちゃってて自分 の, あのいつも通ってる道が道じゃなくなってるみたいなこともあると思うので、危ない場所をまずチェックしてほしいんですね。で、どういうふうにチェックするかなんですけど、例えば自動販売機があるであったりとか、まあ、看板、ちょっと古い看板だったりとかがないかとか、あとは瓦ですね、屋根の瓦がないかとか、あとブロック塀、あとは、玄関っていうかそのお家の前に自転車がだーっとあったりとか、あとはあの、まあ、お花とかね、あの花壇とかがあったりして、それがね飛んでくるような状況でないかとか、そういう場所が多分通りにくいルートになるのかなと思うので、ご自身の近くを、まあ、散歩、小さいお子さんも強かったね、これからお散歩にすごいいい時期になってきますので、こういうものがもしかしたら揺れたりしたら飛んでくるかもしれんなとかいうふうなことを想定して、あ、この道じゃない、こっちの道から行った方がいいなとかいうのは、あのぜひあの考えながらお散歩をしてもらえると嬉しいなというふうに思います。はい、でですね、あと、まあ避難所って、まあ、私もそこの小学校に行こうと思ってますっていうのはよく聞くんですけど、あのそこの小学校って言ってもそこの小学校で出会える確率ってかなり低いんですね。で、あの
小学校って言っても運動場なのか、それとも運動場の中でも広いですから、そこに何百人って人がもし集まったら、絶対に自分の子供さん、家族と会えない可能性があります。ので、ぜひ運動場のある時計の下とかね、例えば鉄棒の一番低いところのところにいてねとかいうふうに、具体的にその場所のどこなのかっていうのを決めてほしいなと思います。で、やっぱりその約束って本当にいざという時に役に立つので、今はなんか、そんなの別に決めてもええやんってやっぱ思われる方も多いと思うんですけど、ぜひね、具体的に運動場の中にある時計の下ねっていうふうに決めていただけた方がいいかなというふうに思います。で、あと今は待ち合わせ場所ですね。で、2つ目に連絡する方法なんですけど、携帯が使えない場合は公衆電話だったりとか、あと171っていうのを、今からお伝えするものを使ってもらう、もしくは、遠方の方への電話はつながったりするので、例えば県外とか、もっとちょっと離れた場所にいる親戚のお家を拠点にして電話をするっていうこともありかなというふうに思います。で、あとは、お家に帰って避難するっていう場合は、お家に帰った時に張り紙をしておくっていうのも一つの、今から小学校に避難しますみたいなことをこう書いておいてもらうと、それも連絡方法としていいかなというふうに思います。あと他にも子どもさんをね、保育園幼稚園に預けられてたり、塾に行ってるとかいう時には、いざという時どうするかっていうのは、お子さんもそうですし、そういう学校だったり園との連携もきっちり取った方がいいかなと思います。よくやっぱり言われているのが、保育園とかだとお子さんを預けて、それこそ市外、もっと遠いところにお二人とも、ご夫婦お二人とも仕事に出てて、で、会社が避難のために自宅に返さないっていうことになった場合、誰も迎えに行けないっていうこともあったりするので、そういう時の連携だったり、誰が迎えに行くのかとかいうことも、もう少し具体的にするだけで不安ってすごく解消できますので、よかったらそういうこともこの機会に話してもらえたらいいかなというふうに思います。で、あとはね、先ほど言ったような5歳リュックを用意してもらうということも大事になってきます。はい。でですね、家族がね、離れ離れになる状況っていうことなんですけど、結構ね、学校とか遊び先で大人は職場で被災するっていうことがあったりすると思うんです。で、そうなった場合、結構帰宅途中で帰宅困難になって帰れないとか、交通手段がなくてできないっていう場合もあるので、やっぱり連絡の取り方っていうのもきっちり決めておいてもらって、これができなければこれ、これができなければこれみたいな風に3つぐらいの方法っていうのを、準備しておいてもらう方がいいかなというふうに思います。じゃあ実際に、その災害用伝言ダイヤルっていうのをやってもらいたいなというふうに思うんですが、やるのはいいんですけど、メインの電話番号っていうのを決めておいてほしいんです。例えばお父さんはお母さんの携帯番号をかける、お母さんはお父さんの携帯番号をかけるってなったら両方行き違いになっちゃうので、基本なんか171でかける電話番号はこの電話番号にしようっていうふうに決めてもらう方が、そこに連絡を残すこともできますし、連絡したものを聞くことができるので、ぜひ電話番号をかける電話番号を決めておいてください。我が家は私の携帯番号、もしくは私の実家の固定電話というふうに決めているので、その2つを決めています。よかったらそういうことも家族で話しておいてもらえたらというふうに思います。はい。で、あとはね、お子さんとかね、結構皆さん多いのが、旦那さんの携帯番号言えますって言ったら、えとか言う、ちょっと嫌そうな顔して、えとか言う人が多いんですけど言えた方がいいです。やっぱりね、スマホでいちいち探す電池がもったいないみたいなところもあったりするので、それで言える方がいいし、それを公衆電話でかけれる方が絶対いいと思うので、ぜひ身近な方の携帯番号は覚えておく、もしくはちょっとね、暗記が難しい場合はね、何ですか、お財布とかにメモして入れておくとかいうふうなことをやっぱりやってもらった方がいいかなと思います。うちの子は私の携帯番号は言いますけど、夫の携帯番号は言えませんというそういうからくりもあります。今私と連絡が取れればもう大丈夫って思ってはるみたいですね。よかったらそれも参考にしてもらえたらというふうに思います。
でですね、まあ、あのメッセージの入れ方なんですけど、大体30秒ね録音できるんですけど、まあ、どんなことを録音するかっていうのもあのきっちりやっぱり話し合っておいてほしい、特にお子さんに対して話し合っておいてほしいなというふうに思います。で、まあ、まずはね、増田です、まあね、下の名前で咲子ですみたいな感じで、ね、家族だったら言うと思うんですけど、そういうお名前を言う、でどこにいるのかを言う、で自分は怪我をしてないかどうか、であとは一緒にいる人は誰なのかみたいなことを言ってほしいんですけど、やっぱりいざ電話したらみたいな感じでこう焦っちゃうので、簡単に覚えやすいメッセージを入れる項目が覚えやすい方法っていうのがあります。それが会いたいよっていうので、高校生がこのことを考えたそうなんですけど、伝言サービスで伝えることとして、あなたの名前は、今いる場所は誰と一緒か、痛いところはあるか、でいつ連絡するかっていう予告みたいなことを、これを順番に言うといいっていうふうに、高校生が考えてくれましたので、ぜひこれを参考に、使ってもらえるといいのかなというふうに思います。で、実際に紙に書いてですね、こういうふうに言うんだよっていうのを書いてもらって、メモで入れておくといいかなというふうに思います。ぜひこの会いたいよをメモして子供に持たせておくと、実際に誰と一緒かっていうところを、今一緒の人を言うとか、今いるところはどこなのかをその時に言うみたいな風に練習してもらうといいのかなという風に思います。じゃあ、まあ練習してもらいましょうなんですけど、まあ、これは実際明日やっていただきたいなという風に思うんですけど、171を押してもらって、携帯もそうなんですけど、171を押してもらったら音声ガイダンスが流れます。録音する場合は1、メッセージ聞く場合は2っていうふうに言われるので、まあ、録音する場合は1ということで1を押す。じゃ あのメインの電話番号を入れてくださいって言われるので、先ほど決めた電話番号を入れる、そしてメッセージを入れるっていう、もう本当に今こう説明すると簡単なことなんですけど、やったことないと結構イライラするし、なんかこうドキドキして、なんかこううまく言えないっていうことがあるので、まずはさっきも言ったように書いてみて、それを言うみたいなことをやってもらうといいかなというふうに思いますので、ぜひちょっと今日用意してもらって、明日録音してもらったらいいかなというふうに思います。で、入れる時の、まあ、内容のポイントは会いたいよって言ったらいいんですけど、あとは電話をする時のポイントとしては、まあ、電話番号を覚えてもらうということと、まあ、何を言うかというのを練習する、ここまで言いましたけど、あとやっぱり、ね、騒音がすごいんですよ、災害時って。なので、なんかこう声が自分が思ってるよりも結構大きめの声で喋った方が録音って聞きやすいので、ぜひ大きな声で話すっていうことと、あと間違えたとしても分かってなくてもまたやり直す、もう一回録音すればいいだけの話なので、ぜひ大きな声ではっきり喋ってもらう方が、やっぱ録音した時に録音を聞いた方が安心しますので、ぜひそうしてもらって録音してもらえたらというふうに思います。あと他にもウェブ上で、メッセージを、メールのように残したら音声で聞くっていう機能も結構あるんですね。ぜひそういうものも試してもらえたらというふうに思います。ね、今日は本当に171が一緒にできないのでちょっと残念なんですけど、ぜひこの動画を見て明日15日もしくは1日に練習していただければというふうに思います。で、最後になんですけど、おすすめのアプリですね、今ちょっと電話の話をしましたので、アプリを紹介して終わりたいと思います。おすすめのアプリなんですけど、Yahoo 防災速報おすすめです。で、この防災速報は実際に大阪北部地震が3年前起こりましたけど、その時にでも一番情報がはっきりとタイムリーに現れたとかお知らせが来たっていうことを聞いています。でので、ぜひこの Yahoo 防災速報を、もし防災アプリを何も入れてなければ、ぜひ一つは防災情報のアプリを入れてもらったらいいかなというふうに思います。でですね、この Yahoo 防災速報なんですけど、この8月30日からちょっとリニューアルしまして、
ご自身の情報ですね、例えば阿倍野区に住んでますとか、家族が何人いますとか、子どもの年齢はいくつですとかいうのを入れる項目ができたんですけど、それを入れることで、こういうものをこれだけ用意した方がいいよみたいなことが、オリジナルのタイムラインができる、設定ができるようになったので、ぜひアプリをちょっといじってもらって、個人的な情報を登録しておいてもらうことで、こういうリュックの中にこういうものを入れたらおすすめですよみたいなことを勧めてくれるので、ぜひちょっとそういうものもある、新しくリニューアルされているので、チェックしてもらえたらというふうに思います。あとですね、持病があるとか、常にお薬を飲んでいるって方は、結構薬手帳大事だったりすると思うんですけど、それもアプリの中に入れることができます。で、いくつも飲んでるとね、名前が言えなかったりとか、その薬がね、そのものがなかったり、それに代用するものをもらいたいと思っても、うまく言えなかったりするので、ぜひお薬手帳アプリも、スマホの中にデータとして入れてもらえたらと思います。あとは、母子手帳の、アプリもあってですね、これ今、これを紹介してますけど、別にどんな、いろいろあると思うので、そういうものもデータを入れておいてもらえると、成長の過程の、もし母子手帳がなくなったっていう場合でも、そこのスマホの中で管理ができますので、よかったらそちらも検索してもらえたらというふうに思います。あと最後にラジオですね。ラジオもね、今スマホで聞くことができます。私もあまりそんなに得意、ラジオのアプリはあまり得意ではないんですけど、実際に災害が起きた時ってやっぱラジオでの情報って結構早かったりするんですね。でかつなんかラジオってすごく大阪北部地震の時も思ったんですけど、普段結構ね、いろんな好みの音楽とかいろいろかけてくれてたりするんですけど、急にね、なんか落ち着いた音楽をかけてくれて、で DJ さんがすごく落ち着いた声で安心してください、安全な場所に避難してくださいみたいなことをアナウンスしてくれるので、なんかこう 誰もいないところでそのラジオの人がそうやって言ってくれたら、なんかすごく心が落ち着いたりするんです。でかつなんか次の津波の心配ありませんよとか、いろんな情報をラジオの中で流してくれることで、安心して避難できるっていうこともあると思うので、ぜひねラジオのアプリを取ってもらって、実際にそのラジオを聞けるようにしてもらえたらというふうに思います。あとですね、最後にここにも書いてるんですけど、信頼できる人の SNS ですね。結構ね、トイレットペーパーコロナで、ね、なくなりますよとかね、紙がなくなるみたいなことでいろんな買い占めとかがありましたけど、災害が起こるともっとそういうことが起こったりとか、あとは南海トラフがこのエリアだと来るって言われてるんですけど、基本的には、静岡の方から九州まで被災するって言われてるので、もう誰も助けてくれないような状況、それぞれが全員が被災者になる可能性があるので、なんかそういうためにも自分で家族の命、自分の命を守れるようにぜひぜひ備えてもらえたらというふうに思いますし、いろいろなことを私たちも阿倍野親子防災部として配信したりイベントしたりやっているので、ぜひそちらもチェックしていただければというふうに思います。はい、なんかここまで、災害伝言ダイヤル171のお話をさせていただきましたが、何か質問とか特にはなかったですかね。はい、のでぜひぜひ防災リュックと備えるのと、あと171の電話をやってみてもらえたらというふうに思います。はい、じゃあこれで終わります。はい、はい、じゃあ今月の講座はこれで終了いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。